今日はただいま司会者にお読みしていただきましたところの、ルカによる福音書から神様の恵みを共に分かち合っていきたいとそれより願って、おります。このルカによる福音書には皆さんももうお読みになってお気づきだと思いますけれども、4つほどの賛美歌が記されております。私たち教会には賛美というのは付き物でありますね。でこの特別に、クリスマスには賛美が歌われます。いろんなところで賛美が歌われますね。そしてまた一般においてもいろんな音楽会なんかでもハレルヤコーラスなどというふうにして歌われるわけでございます。この4つありますね。ルカにいる福音書には4つの賛美歌が記されております。第一には今朝お読みしていただきましたマリアの賛歌と言われる、まあ、マリアの賛美歌と言ってもいいでしょう。マリアの賛歌、それから第二番目にはザカリアの賛歌、前回私がメッセージしましたザカリア、そのザカリアという人が賛美を捧げたところのザカリアさん、先ほどのマリアの賛歌のことをマグニフィカートと、まあ、ラテン語ではそのように言われております。でザカリアの賛歌はベネディクトゥースとこう言われているんですね。で天軍賛歌というのがその次にありまして、3番目にこれはグローリー・イン・エクセルシスというふうに、まあ、ラテン語では言われております。そして最後の4番目にはシメオンというこのお年を召した方が賛美を捧げた賛美、ヌンク・デメティスというのがございます。4つほどありますね。これラテン語で全部ね、一番最初の、言葉がそのまま出てるんですね。まあ余談になりますけれども、皆さん先ほど主の祈りって、私たちは主の祈りというふうに、呼んでいるんですけれども、あの主の祈りをラテン語ではクレドーとこう言うんですね。私は信じますという意味なんですね、クレドー。ですからラテン語では一番最初の言葉がそのままその題になっているんですが、このマリアの賛歌もマグニフィカートというのは私の心主を崇めるという意味での言葉そのままで出ているわけです。で、現在の、イスラエルですね、イスラエルの国のエインカレムというところがあります。そこはエインカレムというの意味はブドウの棚という、まあ、ブドウ棚という意味ですけれども、そういうところ そこにですね、マリアの訪問教会というのがあるんですね。マリアがこのエルサレムのところを訪問したというところですね。そのマリアの訪問教会というのがありますけれども、このザカリアとエルサレムのその家に訪問したわけです。その上に今教会が建っているんですね。でその教会の前に行くところにずっと塀があるんだけども、その塀に各国の国の言葉でこのマリアの賛歌が書かれているんですね。もちろん日本語のもあります、中国語のもあります、韓国語のもある、英語ももちろん、フランス語、ドイツ語、まあ、いろんな国の言葉で書かれた、このマリアの賛歌の書いたパネルですかね、そういうものがありますね。マリアがどんな時にこの賛歌を歌ったかということについては、この前の方の聖書を読んでいただくと分かりますので、そのあたりを細かくやりすぎますと時間がいくらあっても足りません。今日はできるだけ短くお話ししようと思ってますというのは、関姉妹がですね、お体がもう苦痛を感じますのでですね、時間をできるだけ短くしようと思ってはおるんですけれども、果たしてどうなることか分かりません。もう長くなったらごめんなさいね。はい、でまあそういうことで、そのまず第一に直接的にこの内容に入っていきたいと思うんですが、第一に私はマリアの喜びということを申し上げたい。クリスマスは喜びですよね。喜びの感この部分がクリスマスになかったならば、クリスマスにはならないと思うんですね。クリスマス、イエス様のご降誕とは喜びです。まず第一に最初見ておきたいと思いますが、46節を見ましょう。見て目を留めてください。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主
なる神を喜び讃えますとこう書いて、喜び讃えるということですね。この賛美歌、私たちはここのマリアの賛歌のところを読んで、旧約聖書に親しんでいる方々はすぐと思いつくんではないかなと思うのは、あの第一サムエル記の2章にあるハンナの祈りが書かれているんですが、あれと非常に似てるんですね。マリアがあのハンナの祈りに根ざしてこの賛美を捧げたかどうかということについてはそれは分かりませんけれども、しかしマリア個人の信仰の告白であることには変わりはありません。まあ、あるいはいろいろな面でそのハンナの祈りに触発されていたということはあるかもしれません。あの賛美というのはね、今も本当に声を上げてここでいっぱい賛美をしましたが、賛美というのはそういう誰かが賛美をするとき、ああ素晴らしい賛美だな、美しい声で歌うな、とっても素晴らしいなと言ってその人が崇められるより、それもあるかもしれませんが、それ以上にその賛美の内容が自分に響いてきて、あ、私も同じ思いなんだという思いが増幅していくのが本当の私は賛美のあり方じゃないかなと思うんです。これをね、私は賛美の共鳴、共鳴というと、私はこう物理系の学校を出ておりますので、すぐこう物理的な物理学的な方向へですね発想が行くんですけども、皆さんあるいは理科の実験で経験したことがありません。2つのものが置いてね、1つポーンと、例えばこちらもポーンと音がするね、これ共鳴とこういうんですね。共鳴というのは同じ材質、同じ周波数を持ったものにトンと叩かれると、こちらも同じようにこちら叩かないのにこちらで音がするわけですね。これを共鳴とこういうわけで、あのハンナがお祈りしたお祈りの共鳴がマリアなのか、あるいはそのような響き合うお互いのものがあったかもしれません。けれどもですね、それはあくまでも物理学的な条件です。信仰は物理とは違いますね。物理学とは違います。そこにはその人個人の信仰の告白があって初めて、私たちはその元となったものの音と共鳴しながら、さらに増幅してさらに素晴らしいこの共鳴の音響といいましょうか、それが発する。私はそういう意味においてはハンナの祈りは素晴らしい、そしてそのハンナの祈りに共鳴したかどうかはともかくして、同じような響き合うものを持ってマリアは新しい神様からの啓示を受けたとき、光を受けたときに、メッセージを受けたときに、彼女自身の心にさらに満ち溢れる喜びが湧いてきたものではないかなと、そのように思うんですね。そこでまず彼女が言った第一は、我が魂は我が霊をという言葉から言うと、彼女自身の心の底からの確信を持って、信仰の告白を持ってこれを賛美しているというんですね。主を崇めるという言葉があります。さっき言いました、これはマグニフィカートという言葉です。このマグニフィカートというのは、このまま英語にすればマグニファイという言葉がありますね。拡大するという言葉、意味です。マグニファイ、このマグニファイ、拡大するという、何週間前でしょうか、私がピリピ人の手紙からメッセージをしましたですね。パウロはね、こう言いましたね。パウロという人は、私は生きるにしても死ぬにしても、私に身によってキリストが崇められることですとこう言った。これがそのマグニファイされることである。ですからそういう意味ではマリアに限らず、本当にイエス様によって救いの経験をした、神の愛を受けた時に、その同じ経験は条件は違い、場所が違い、人が違ったとしても、等しく
キリストの皆が崇められること、キリスト様が拡大されること、私という人物を通してイエス様がもっともっと拡大して表されていくということ。まさにマリアは賛美を始めた時に彼女の心に高揚と言いましょうかですね、本当に盛り上がってくるものがありました。それはイエス様が自分のうちに拡大され拡大されていくその姿であるということですね。そして彼女はこう言いました。私の霊は救い主なる神を喜ぶ。そしてその理由はこの癒し発しために目を留めてくださったからです。癒し発しために目を留めてくださる。これはね、クリスマスのモチーフの顕著な点はどういうことであるかというならば、天におられるという意図高き神様が地上の癒しいものの中に宿るということです。聖なるお方がマリアに宿った。私たちはルカにいる福音書の中を見ますときに、イエス様がお生まれになったのは馬小屋でお生まれになったとこ書いてある。なぜ王の王であるところのお方が、まことの神の御子であるところのお方が、最高の場所である神殿に、ヘロデの使った最高のあの神殿の中で、あるいは王宮の中で生まれるのであるならば、なるほどとうなずくかもしれませんけれども、もう人間社会の最低のところに生まれる、馬小屋に生まれるとは一体どういうことなんだろうかというふうに思うかもしれません。そして最初にイエス様のお生まれになった時にお祝いに駆けつけてきたところの者たちはどういう人たちであったかというならば、野にいる羊飼いたちであったと。野にいる羊飼い、まあ、これはですね、その当時のユダヤ社会においての一番低層、一番低い、そういう社会構造の中の人たち。この人たちに天の使いが現れて、そうして今日ダビデの町でイエス様が生まれた、救い主がお生まれになった際って拝みに来なさいという言われた。これも偉大なるお方がご自身を表しなさったときに、最も低いもののところに表された。これはもうクリスマスのモチーフの最大的な、最たるところのものであるということができますね。しかし、これはね、クリスマスに限ったことではありません。そうではなくて、私たちが本当にイエス様によって救われている、本当にこんなものでもイエス様によって救われて神のことされた、と思うときに感じる同じ感覚です。パウロという人はこう言いました。彼は書いている手紙の中で、コリントの手紙というところにですね、書いているんですけども、こう言いました。自分は月たらしに生まれたようなものだとこう言っています。年月とお母さんのお腹の中にいて、そして健全に生まれたような存在ではない、まあ、文字通りそういう意味ではないんですけれども、しかし自分のことを彼はそう言っています。自分は尽き足らずに生まれた、未熟して生まれてきたようなもんだとこう言っています。でもそんなものにもかかわらず、神様は自分を救いに導いてくださったということで、彼は喜びにあふれているんですね。また別のところで、パウロとしては別のところでこんなことを言いましたね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは、それは本当であってそのまま受けるに値するところの言葉なんだと。そしてそのうちで私は罪人の頭なんだとこう言いました。自分は罪人、ただの罪人ではない。私たちはね、はい、私も本当に罪深いもんですよ、本当に、まあね、そう言われれば、まあ私も罪人ですわな。でも比べれば、あいつから比べればそれほどでもないよ、なんていうことがね、よくどっかであるんですよね。お前罪人だよ。そうだよ。でもお前から言われたくないな、なんていうことだってあるかもしれませんね。パウロはね、そうではないですよ。自分は罪人なんだ。
本当に救いに値する存在ではない、神様から相手にされる存在ではない、このまま行ったならば地獄に行くしかない、私に値するものは地獄なんだけれども、こんなものを、しかも罪人の頭であるところの私を救ってくださったついキリストイエス、罪人を救うために世においてになってくださったということは本当であり、そのまま信じるに値する言葉であるとパウロは言った。手元の第一手元の1章の15節に、そのように、まあ今言ったのは今後というのは私の言葉で直していったんですけども、正確には聖書が書いてある通りですが、そういうことです。神である主がこの卑しい橋ために目を留めてくださった。だから彼女の喜びなんです。だからマリアが本当にイエス様を心いっぱい崇めたい。そう思うんですね。私がこのクリスマスの喜びっていうのは、本当にただクリスマスが来るな、嬉しいな、パーティーがあるな、プレゼントもらえるな、ケーキ食べられるなというような喜びではないんですよね。そうではなくて、本当に私のようなものが救われて地獄以外に値する何にもないような自分が救われて、神の子とされたこと、永遠の命を約束されていること、天国を約束されていること、こんなことは私にはどう考えてみても私にはふさわしくないようなものが与えられている、なんという喜びだろうか、なんという感謝だろうか。これがこのマリアの賛歌に私の心は響き合う、共鳴する心なんです。賛美とはそういうことではないでしょうか。マリアの賛美がまさにそういうことですね。彼女は神である主がこの卑しい橋ために目を留めてくださいました。力ある方が私に大いなることをしてくださいましたとこう言いました。そして彼女はこうも言ってますね。これから後、どの時代の人々も思う私を幸せ者と思うでしょう、こう言っています。本当にそんなことを考えるときに、彼女はなんて自分は世界の中で一番幸せなもんだとこう言っているんです。しかしね、現実は彼女がこれから願っていかなければならない現実は、私たちが言う幸せというのとちょっと違うと思う。この出来事が、この賛美を主に捧げてから約1年ぐらいしてからということは、イエス様をお生まれになってから、このイエス様を宮に連れて宮詣をしました。その時にシメオンという一人の老人が近づいてきて言った言葉です。それは何と言ったかというと、剣があなたの心さえも刺しつらなく、剣があなたの心を刺しつらなく、なんと不吉な、本当にこの生まれてイエス様を生まれて、その宮イエス様を宮に捧げてお祈りするためにやってきた、その時に一人の年寄りがやってきて近づいてきて言った言葉を、なんてお前失礼なと思うかもしれませんが、それが実はマリアの受けなければならない何と言いましょうかね、それからの生涯でした。具体的にはどういうことでしょうか。彼はこう言って、それは多くの人の思いが現れるためだと言いました。多くの人の思いが現れるため、具体的にはやがてこの生まれたこのイエス様はやがて十字架にお好きになるだろうということの予言でもあるんです。そして自分の腹を痛めた子供であるところ、マリアがイエス様が十字架につけられるのを、その十字架の足元で見なければならないマリアの心情というものを、ここでシメオンは予言しているということができると思います。しかしそれにもかかわらず、マリアは神に選ばれて神のハートされることを喜び、神に賛美をしています。
クリスマスというのは私の人生にどんな問題課題があるか、必ずしも良いことばかりではないと思います。時にはその剣があなたの胸を差し貫すと言われるような、私の人生に大きな課題やあるいは問題を生じている場合もあるでしょう。でもたとえ余震はそうであったにいたしましても、イエス様の救いはそういうものを凌駕して、そういうものを超えてあまりある喜びであり感謝なんです。恵みなんです。マリアはそのことを歌っているんです。第二番目に申し上げたいことは、マリアはの参加は福音の中心を表しているということは言えると思います。その次に御言葉を見たいと思いますけれども、51から53節まで見ましょうかね。51から53節、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も落とさないで追い返されました、という言葉ですね。裏若い女性であるマリアが、マリアの口からどうしてこんなすごい言葉が出るんだろうかなと思う、まあ、すごい言葉ということは、言葉はその背後に思想があるわけです。信仰があるわけです。まあ、私はマリアのこの賛歌のところを読みながら、直接には関係はないのですけれども、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の40章というところに、私は常にこの連想するんですね。そこにこうつながっていくんですね。イザヤ書の40章というところは、まあ、もし聖書を開くのでしたら旧約聖書の1187ページにございますけれども、そこには有名な慰めよ慰めよというあのくだりから始まる素晴らしい言葉が続いております。その中にこういう言葉があるんですね。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が現れると、すべてのものがこれを見る、主の御口が語られたからであると、こう書いてあるんですね。これはどういうことであるかといいますと、歴史的にはユダヤの民たちがこの時はバビロンに捕囚となっていたわけですね。でそこから解放されて、バビロンから解放されて、バビロンから自分の故郷であるところのイスラエルまで彼らは帰ってくるということ、その時に山あり谷ありというその峠を越えてくるわけですが、その時に全ての山は平らにされ、全ての谷は埋め立てられ、そして平野を歩くようにして帰ってくるとこう言ってるわけです。これは文字通りそういう、あのブルドーザーでもってですね、土地を鳴らして、やるという意味ではありません。そうではなくて、人々の心にある山、人々の心にある谷です。当時の人々はね、自分たちはバビロンというあの大きな、もう得体の知らないあの国に捕囚となって、そこから解放されるなんてということは毛頭想像もできない、最初から諦めかけていたようなところがあった。今私たちの愛する同胞の幾人かは北朝鮮に拉致されたままで、そしてもう何十年とそこに背負われているわけですね。その時代、その時代のその政府、日本の政府がこう交渉してもなかなかうまくいかない。そして本当にもう政治の非情さと言いましょうかね。そういうような中でその捕らえは得られていて、そこから解放されるなんてことは現実的には無理じゃないかな。
と諦めるような思いがないではない。そして時の政府に本当に党が変わってもですね、敵の比喩に働きかけて何とかやってくださいと、まあ一回は成功して、そのから本当にわずか 2,3 人のものが解放されましたけれども、その大部分はまだそこに残っている。それと同じようにもっとはるかに多くのところのその保守民がバビロンに保守になったまま、そこから解放される、あの強大なバビロン帝国から解放されるなんていうことはありえない、誰が考えてもそんなことは無理だと思うような中で、神様がメッセージを送って、そうではない、この民たちは必ず帰ってくる、そうして山、高い山は平らにされ、低い谷は鳴らされて、平地を歩くようにして帰ってくる。ですから実際の山ではない。このここにある問題は何かというならば、心の中にある山なんです。心の中にある谷なんです。人々の、私たちが救われるということも同じことですね。本当に神の恵みを私が受ける、いやいや私なんかにはもう到底無理なんです、こんな私が救われるなんてことはありえないでしょう、こんな人間、一番自分のこと一番自分で知ってます、悪魔にしっかりと手を握り、魂の中心を握りしめられている自分、悪の誘惑に負けて、もう本当に嫌だ嫌と思いながら、ダメだと思いながら、同じことを繰り返している、失敗を繰り返している、罪を繰り返している自分、こんな自分が救われるなんてことはありえないだろうと、私たちは自分に結構そのようなけじめを早くつけてしまいやすいです。心の中にある山、心の中にある谷、自分でこれが埋められないだろうと思っている。ところが神様はそうではない、あなた方はそこから解放される、救われる時が来るんだ、山は切り崩され、谷は埋められて、平地を歩くようにしてあなた方はやってくるだろうという。マリアが言ったのはそれです。彼女自身のうちにおいてもそうでしょうけれども、それだけではない、このようにしておいでなさったイエス様は、このように与えられてくるのイエス様は、私たちの心に本当の勝利を与える。クリスチャンといえども、私たちは時にもはぁと言って細をかむような、一日を終えて夜休む時に、床に着く時に、振り返った時に、自分の今日のクリスチャンとしての一日はどうだったんだろうか、勝利だったんだか敗北だったんだか、なぜあんなことを言ったんだろうか、なぜあんな思いにとらわれたんだろうかと、そんな思いの中にあって、まさに谷のどん底の中に落ち込んでいて、ああ何と言ってと言って自分の細をかむような人生を歩んでくるだろう。でもイエス様がおいでなさる時に、そこに本当の勝利が与えられる。あなたの心の中にある凸凹が癒されていく。一つの平安が与える。これがマリアが歌った賛美なの。驚くべきことではないでしょうか。第3番の方に進めたいと思います。先に約束しまって、できるだけ短くと思っておりますのでですね、第3本に進みたいと思います。もう一つ申し上げたいことは、マリアの参加から覚えたいことは、本当は、一行ずつ全部やりたいのですけれども、時間がいくらあっても足りませんので、3つだけに絞ります。それは福音の永遠性ということです。54節から55節まで読みましょう。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。この言葉から、福音の永遠性ということについて申し上げたいと思います。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは今
神様からこのような恵みをいただいて、そしてこのメシアの母となることを示されて、信仰を持って御言葉の通りに私の身になりますようにと、そのように告白した、そのマリアの心の中にあるところのものは、自分がただ時間の流れの中にポツンと自分だけ切り取られたようにして、神から選ばれた存在であるというふうに彼女は考えなかった。この出来事は遠い遠い彼方のあのアブラハムに約束された、あの約束の今の続いてきて、そうして私に実現したこの出来事であると彼女は受け取ったんですね。これどういうことであるかということを申し上げますと、神様の救いの技というものが、ただたまたま私という一人の人物になされたという技という以上に、それは神様のはるか彼方からあるところの神様の御心御思いの思いであるということ。イスラエルの歴史を見るときに、イスラエルの歴史というものを私が旧約聖書にずっと書いてあるんですね。それはね、決して聖書に書いてるからといって立派な歴史、模範的な歴史、各国が見習うべきような歴史が書いてあるかというと、そうではないんですね。とてもとてもそのようなものではなくて、誇れるものではなかった。彼らの歴史の流れというものを川の流れに例えますとね、広い大河の時のような流れもありました。確かに、まあそれは多分ダビデの時と言ってもいいかもしれませんね。あります。でもだん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 川が狭くなってね、どこに川があるんだと思われるような流れになる時もあるんです。今ちょうど一日一章でもって列王記なんか見て読んでますよね。列王記なんか読みますと、まさにそういうことを皆さん体験すると思うんです。川の流れですね、こんな細い流れ。最後にはね、エコネアという人がね、もうあの王様になるんですけども、この人はもう捕らえられてバビロンに捕囚になるんですね。この人のことについて本当に切れたくなことを書いて、彼は一生冴えない男だとか言われてるんですね。一生冴えない男って聖書に書いてあるんですよ。書かれてるんですね。それが王様の家系の中にあるわけです。で、実際に旧約聖書にはね、ゼロバベルという人が最後に書かれてる。ダビデの家系から言うと、その人で終わっちゃってるんです。それ以降は誰だろうかなと。ところがね、マタイにしてもそうですよ、ルカにしてもそうですけど、この神様の恩寵、恵みがどういうふうにしてこのマリアに及んだかということを言いたいときに、あの旧約聖書はもうゼロゼロで終わってるんですけれども、そこから鍛錬に引きをこの掘り起こして、そしてね、ルカはマリアまでたどり着くわけです。皆さんね、歴史、あのマタイにいる福音書の一番最初を見ると、ケースがザーッと人の名前書いてあるでしょ。私一番最初の聖書を読んだ時、あそこを読んでもうすぐ眠くなりましてね、これをもう読むのやめようと思って積んどくにしておいたことがあるんですね。クリスチャンになるまでは積んどくでした。もうあそこでもってつまずいてた、聖書を読むの。ルカによる福音書もそうですね、ケースが書いて、ところがルカによる福音書はもうあのアダムから書いてあるんですね。ずっと書いて、ルカは丹念に、人間の目からは消えてしまったような流れの中にも丹念に掘り起こし掘り起こし掘り起こして、そうしてマリアにまでたどっているということが言うことができます。神様の真実は途絶えることがない。神様が約束されたところの真実は、人間の目から見て細い流れのようになって途絶えてしまっているかのように思うかもしれませんけれども、途絶えることはない。
神の真実は人間の不真実にも勝るものであります。我ら真実ならずとも神は絶えず真実で増しませりとあります。私たちの人生の流れにおいても同じことが言えるかもしれません。私の人生の流れの中で時には本当に太陽のように素晴らしい人生を歩んできた、本当に希望に満ちた歩みをしてきたような時もあったかもしれませんけれども、あるいは現実にはいろんなふうにその川浜は狭められて、そうしてもう今はチロチロと水があればいい、もうどこに水が行ったと流れるかも知れませんような、そういうものあるかもしれません。あるいはいろんな試練や戦いやそういうようなもので本当に水がよどんでしまっているような流れであるかもしれません。そういうようなもう大体になったような時があるかもしれません。でも愛する兄弟姉妹、だから神様は私たちを見捨てているということではありません。たとえ試練のどんなどんこのど真ん中であったのにいたしましても、もうその流れにもう岩や石ころがいっぱいあって、どこに流れがあるかと思うような、あるいはいろんなその汚物がそこに流れ込んでしまって、そうそこに物がもう生きるものもいないような状況の中にあるかもしれません。でも神の真実は変わらない。イスラエルの歴史はまさにそうであった。マリアに至るまで、あるいはヨセフに至るまでの歴史を見ますときに、まさにそういうものであった。マリアはそのことを言ってるんです。自分だけがただピャッと何の脈絡もなくポッと選ばれた存在ではない、そうではなくて神様の恩寵の流れの中で、この流れは絶えることなく私のところまで流れてきたものですということを言っている。パウルという人はこう言いました。先ほどまたパウルの例を取りますけどもね、彼は本当にイエス様にて救われているというその喜びを思った時に感激をしましてね、こう言いますね。これは私が救われたのは神様がこの世を作ってくださった創世の先から私を選んでいてくださったんです。こう言ったんだよ。すごいですね。思い出さない。この言葉からね、後の後になりますとね、いろんな神学がぐちゃぐちゃして、神学がもう本当にもう煩雑な神学が流れていまして、その中にですね、この予定論なんていうことは、あらかじめ選ばれた論ですね、予定論なんていうものを言い出す人がいました。そんなことを言ってるんじゃないですよ、パウロは。こんなことは関係ないですよ。予定論だなんだ、そうではない。彼が本当に自分が救われている喜びというものを思ったときに、この救いは、ただ私がポッと、何年何月何日でポッと救われたんだというのではなくて、なんとこれは私のはるか以前から、私の存在する以前から、生まれてくる以前から、さらにこの神様がこの世を作りなさった神はじめに天地を作りたまると、あの創世記に言う、その以前から、神様が私を救ってくださっているその恵みなんだという感謝の叫びなんです。神学ではないんです。マリアは同じこと言ってるんですよ。愛する兄弟姉妹、今年も私たちはクリスマスを迎えます。クリスマスという行事イベントを行うことに救急として、あれもしなければこれもしなければあれもしなければこれもしなければ、まあ本当にそういうところもないではありませんね。私ももう本当にキリキリになって準備をしました。いろんなことをこの前木曜日朝方4時半から起きていろんな準備をしまして、
そうしてできたものをもう今日のうちに教会行こうと思って教会で印刷したら、なんと印刷機がうまくいかない。もうですね、この褒め機は盗難はないわ、理想の機械はですねうまくいかないわ、もう本当に手間かかって、本当は 2,3 時間で終わろうと思ったのが、もう 夜遅くまでかかっちゃって帰りましたんですけどね。本当にクリスマスになるとあれもしなければこれもしなければもうキリキリ前になりますよね。でもそこで終わらないでください。私たちが救われている喜びがこのクリスマス、マリアの賛歌に本当に心を響いて共鳴して、そして共鳴するだけない、私たちに確かに語られたこの確かさを私は覚えながら、私たちは神の御前に心いっぱい一生感謝するものでありたいですね。あの羊飼いたちがイエス様のところに行くようにと天使から言われて、そうしてイエス様のところに見てイエス様を礼拝しまして帰るときにどういう帰り方をしたかったと、彼らは口々その経験したことを語り合いながら帰ってきたとこ書いてある。自分たちだけではなくて恵みをね、ただああ素晴らしいなって自分だけも思ってただけではね、自分の中だけで終わっちゃう。これを人に語るとね、倍増するんです。また人に語ると倍増するんです。語る人がまた語ると倍増するんです。どうか恵みは独り占めにしないでください。なんだこの独り占めなんてやってますけど、とんでもない。独り占めにしないと神様の喜びはみんなで語ることによってさらに増幅して、それが次から次へとこのマリアの賛歌と同じ現象が私に起き、私が語ることによって同じ現象がさらにその日に起きるというふうにして、どん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 広がっていく、そういう祝福されたクリスマスを待ち望んでいこうではありませんか。お祈りします。とどちらの神様、我が魂は主をあがめ、我が霊を我が救い主なる神を喜びたたえます。主耶様のご孝胆を前にして、マリアの賛歌を通しまして、私たちの信仰をもう一度顧みることができましたことを感謝をいたします。集われているところのお一人お一人の方々の上にあなたの豊かな恵みがあり、このマリアのように私の心も主をあがめ、心しから神を喜ぶことのできるような信仰の状態、信仰の在り方、それをもってクリスマスを迎えることができるように、お一人お一人の上にあなたの恵みが豊かにありますように、尊い主の御名によってお祈りします。アーメン。